はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。売りなら丸なら様。ご支援、ありがとう。なんかもつれちゃってね。ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。売りなら丸ならさんですね。数年前、ちょっと弱っちゃった時期がありまして、体的に弱っちゃったんだか精神的に弱っちゃったんだか知りませんけれども、まあ私の動画見て救われたみたいなこと、デモにも来て、くださるしね、義理がたいな、何年もな、感謝しております。小西文書は行政文書じゃなかったなんだそれ、共産党宮本武史、この文書はどのような形で保存されていたのか、総務省行政文書ファイル管理簿になかった。電子的に残ってた。行政文書ガイドラインから行政文書ファイル管理簿とは、管理簿とは、文書管理簿って言った方がいいかな。行政文書の名称分類保存場所、保存期間、それを経過した後の処分方法、その他必要事項を記載した帳簿である。つまり行政文書を管理するための帳簿。なんか文書のインデックス、あるいはカルテみたいなもんすかね。整理するための帳簿ということでね。国会中継直情報なんで、テレビ報道しないな、これな。推測しております。一般意見です。大臣が知らない。管理簿にも載せない。それって行政文書って呼べるの？認識されてない文書って何よ？下書きゾーンみたいなもん？草案のそのまた下書きとか段階でも管理簿に載せる義務があるそうだ。裁判も保存申請もされなかった。ただのメモ書き。この人はちょっと詳しいですね。公務員さんかな。決裁判のことらしいであります。管理簿にも記載してなかったって相当やばい。誰にも承認されてない文書ってこと。ガチの捏造だったりして。個人のメモじゃねえの。当時の台帳に記載なし。当時作成されたというのが本当なのか？捏造の可能性。日時作成者、配布先、作成目的、保管方法、小西の入手経路が不明の管理簿に載っていない謎の文書。裁判も署名もないメモを行政文書扱いすんだよ。リークしたやつも今頃焦ってんだろうな。こりゃ総務省は永遠に精査中で逃げるしかねえわ。職員が自分以外の誰かと共有するために作った文書を行政文書と呼び、草案の草案の段階から管理簿に載せる義務があるそうであります。自分だけが見るメモみたいなもんは行政文書とは言わない。さらに管理簿に載せるにはですね、上司の決裁が必要で、決裁されたものは裁判と呼ばれる番号がつく。小西文書にはこれがない。つまり帳簿がいい、カルテがいい。カルテに書かれてない病気や症状を記したメモ書きって言ってもいいかな。他人に見せるつもりじゃなかった、ただのメモだった可能性もありますね。当時の安倍総理同棲とも全く違ってるし、それ本当に当時書かれたものなのか、つい最近になってなんか適当に書かれたものの可能性も出てきました。小西、なんとか高市を陥れたい。エース官僚、前川喜平やったメモ書き作りましょうか。これは前川喜平がですね、安倍総理を陥れるために紙切れ、メモ書き出してきて、国会で野党が騒いだっちゅう事件がありました。小西、エース官僚が作った公文書だ。総務省、行政文書ですね。小西、勝った。行政文書は、正確に作ることを心がけているので、文書が残ってるっていうことは、大臣レクチャーあったんだねーのっていうのが、総務省の今までの、国会答弁でしたけれども、これが根底から崩れましたね。総務省、調べたら、管理簿に載ってませんでした。行政文書じゃありません。ってことに今なってる。電子的に残ってた言うけど、誰のパソコンにあったんですかね。国会で
これ聞く議員おらんのか、自民党議員はなんで知らんぷりしてんの、高市さん窮地に陥ってんのに、経済安保大臣ですよね今ね、高市さんが大臣辞職とかしたら俺にも番が回ってくっかな、なんて浅ましいことを考えてんですか自民党議員は。だがしかしテレビはまあ一切報道しないでしょうねこれね。そしてまたですね、あのエリートさんたちと情報格差が広がっていくと。おー、でね、あのこのこと知らない、管理簿に載ってねがったただのメモっていうのを知らない人と話すと全く話が噛み合わねえっていうことになりますね。見事にあの日本人が、国民が分断されてるなあっていうか、勝手に分断していくんですけどね。NHK 会長、報道介入があったとは聞いてません。定例記者会見で話しました。一般意見、 NHK にそもそも公平性なんかないし、小西嘘でもいいから口頭で圧があったら喜んでお騒ぎすんだろうが、次は NHK に圧がなかったことを証明しろ。言いそうだな、立憲共産あたり。安倍政権による報道への圧力がなかったことを証明しろ、疑われた方が潔白を証明しろとか言いそうだな。自分がやってるなら他のやつにもやってるはずだの精神、もう亡命不可避。圧かけたのは君んとこのあれでしょ。安住9時のニュースに載せろ、書いたらその社は終わりだから。最近 NHK 会長が稲葉さんって人に変わりましたけれども、会長は外部からの1名、副会長2名は内部から来ております。これに9人の局長やら部長やらが加わって NHK 執行部って呼ばれる12名になるんですけれども、執行部の仕事はですね、外部からの委員12名をうまく騙して経営委員会で承認をもらうこと、こうやりたいんです、ああやりたいんです、よしっていうお墨付きもらうことが執行部の仕事。まあ地方行政とよく似てんですけれどもね。豊島区区長副区長2名とあの部長やら課長やらの執行部 VS、豊島区議会議員ってなります。執行部のやることはですね、議員をうまく騙して承認もらうことです。こうやりたいんです、ああやりたいんです、国からこういう事業が降りてきましてこれやります、よしみたいなね。これはあの定例記者会見での発言なので、会長は圧あったって執行部の他の連中に聞いてるはずなんですよ、なったばっかですからね。で執行部はまるっきり NHK 内部の人間なので、会長になかったと思いますって言ったんでしょうね。でまるっきり NHK 内部の人間の執行部がなかったって言ってんだから、なかったんでしょうね。これあったら当時大騒ぎしてるはずだもん。こんなこと言われた、安倍政権にわーギャー、言論だーつだーとかね。文書は当時のものかさえ不明の落書きだし、騒いでる原因のですね、報道介入ガーが否定され、これでまた何年も騒ぐつもりだった小西一味は一体どうしたらいいんだ。亡命すればいいのかって感じですかね。パチンコ倒産ブログさんっていう、ブログあんですけれども、有名な3月15日の都議会質疑、産経も報道してましたけれども、こっちの方が分かりやすいので、浜中則方自民都議、1000万円以上の随意契約は財務局の所管なのに福祉保健局が勝手に YWPC と契約したのはなんで、若草ボンドパップスコラボの略であります。広報上の契約のあれがあれでとか言ってたけどさ、福祉保健局財務局に承認もらってます。川松慎一郎自民都議、1000万円以上は財務局の所管だよね。財務局そうです。川松さん、福祉保健局から話聞いてる？財務局ないです。これあの財務局の所管で、もともと権限がある財務局に無断で福祉保健局が若草コラボ界隈と契約してた。
あーって本来なら財務局と都知事の承認が必要な1000万円以上の随意契約を、福祉保健局が黙って勝手にやっていたと判明いたしました。さらにはそのことでですね、承認もらってますって議会で虚偽答弁した、嘘ついた、あーあーって感じなんですけれども、一般意見です。権限なしにやってたとかやばすぎ、下手したら背任か横領とかやつ、権限のない社員が勝手に社長院作って使って契約してたようなもん。そうだね、都知事の承認必要だっつうのはね、前年度でなく前年度でこれやってた、速報福祉保健局白旗相変わらず産経しか報じない、財務局に無残に切られた福祉保健局。そりゃそうだね、あの財務局聞いてねえもん、聞いてました、承認しましたって言って火の粉かぶるようはねえもんね。したらその上のじゃあ都知事の承認ないのなんてなりますもんね。決裁権限のない奴らが好き放題してたってことだな。1000万円以上の随意契約は財務局の承認と財務局長を通じて都知事の承認が必要だそうで、財務局知らないなら都知事も知らないで逃げそうなんですけどね。都知事があの財務局の頭越しに福祉保健局にですね、いいからって言った疑いがムクムクと。福祉保健局もですね、最終的に承認する都知事がそう言うんならって考えてもおかしくないですね。でなければ小受院をいじってですね、ボンドの給付申請書を期限内提出に偽造する熱意はどこからって話になりますよね。まあこれはあの私の推測ですけれども、日付が不自然に重ねておくから後からね、あの例えばですけど期限が6月末までっていうものを7月になってから出しやがったこいつら、これだとあのお金通んない、偽造したろっていう、だと思ってるんですけど、福祉保健局はなんでかんでね、コラボ界隈に公金を渡したいっていう執念すら感じるんですよ。都知事の直命だったらわからんこともないですよね。これ糾弾された福祉保健局がそれを歌うかどうかは不明であります。だって都知事に言われたんですもん。今は都知事直接事案に疑惑が深まったって感じですかね。さらに今の財務局長は元福祉保健局長で、今の副都知事は、副都知事は元財務局長だったりで、地味猛烈。なんかあの福祉保健局長の上が財務局長、財務局長から、順調に行けば副都知事っていうコースでも決まってんでしょうかね。練馬区立憲民主党石森愛二党さんは心から尊敬している女性の一人です。コラボを公演する全ての人が法の下で叱るべき罰を受けてほしいです。何罪だっていうですね、一般意見、何条の何違反、何の罪だよ、コラボ批判罪。そんな法律どこにある、言論弾圧怖い、やべえなこいつ、自分と違う意見のやつは全員処罰しろとか怖え、あら立憲もコラボのお友達なのかしら、気に入らない連中は法をねじ曲げてでも潰す宣言とは恐れ入った。コラボと福祉保健局が裁きを受ける側なんですけどね、これね、異論許さないのはパヨの日常です。どこが多様性でなんだかリベラル寛容なんだか全然へそちゃ、なんせ権力握ってですね、全部よこせっていうのを夢見る連中ですもんね。言論弾圧は革命の第一歩ですからね。38歳一児の母で次の練馬区区議選に出るらしいけど、こういう恐ろしいやつね、あの思考を持ったやつに議員の権力を渡したら恐ろしいことになりますよ。練馬区の皆さんよく考えてください。警視庁ガーシーの逮捕状を地検に請求、はいえーはい、NHK が喜んでニュースにしてました。これも大笑い。警視庁は昨日15日の午前中に除名されてただの人になるのを待ってたんでしょうか。昨日のうちに逮捕状請求したかもしれないですね。今日ニュースになってるってことは、参議を逮捕するには
国会の承認が必要で面倒だからただの人になるのを待っていた。さらに警視庁、外務省に旅券返納命令を出してもらいます。動画を編集した40代男性の逮捕状も請求しました。まあ、共犯でしょうね。この分量、 NHK のこの分量、今後どうなりそうだって予想まで喜んで書いて報道してますね。一般意見です。はいや、受ける、トントン拍子。一般人になったらもう逃げられない。パスポート返納命令に従わず執行するやつ。警視庁、6回も任意で事情聴取要請に応じてくれなかったんだから逮捕もしょうがないよね。証拠隠滅の恐れもあるし、国際指名手配もするつもりっす。だそうです。まあしょうがないね。任意で事情聞かせてくださいっつってんの、6回もバックれてんだからしょうがないですよね。外務省が旅券返納命令を出す。返しに来たら逮捕する。来なかったら旅券失効で不法滞在者となり、ドバイ警察が逮捕と。ドバイからパスポートを送りつけても、それはそれでパスポートない人間でなりますから、不法滞在になりますよね。日本大使館に、旅券ないんですけど、で、言いに行ったらそこで逮捕になるだろうし、旅券執行前でも、国際指名手配でドバイ警察が逮捕と。日本大使館で待ち構えてる警視庁職員に身柄を渡すと。で、そのまんま飛行機に乗って領空に入ったところで手帳ガチャって、逮捕状を見せられて、手帳かけられて、これフィリピンに逃げてたルフィってやつの、パターンですね。罪状は暴力行為など処罰法違反だそうで、まあ常習脅迫って言われてるんですけど、それとも名誉毀損だって。で、常習脅迫は普通指定暴力団ぐらいにしか適用しないと。つまりガーシーはですね、暴力団並みの待遇受けそうです。こういう人はまあ留置所拘置所で、もうですね、周りに何喋っかわかんないし、有名人ってことでまあ独房行きそうだな。動画編集の男にも逮捕状ってありますんで、ガーシーの調べが進めばね、立花にも逮捕状出る可能性が大いにあります。ガーシーがあんたが帰ってこなくていいって言ったからこんなことにって言ってましたんで、まあ逃亡教唆、逃げてなさいっていうのは確定ですね。さらに生活費なんかを送金してれば逃亡補助、暴露イコール犯罪で得た人気を議席獲得のために利用した共同正犯ってことになりまして、警視庁の熱意のおかげで、いや面白くなってきましたなーっていう。日本人の DNA はチベットやブータンと近しいですね。古モンゴロイド型です。DNA が似ている。数年前にブータンを旅行された方からお手紙に来ておりました。これによりますと、人口70万人程度、大田区ぐらいですね。鉄道なし、移動手段は主に車、バス。国内には信号機、皆無、信号ないんだって。設置されたこともあったが、景観に合わない、ふさわしくないで全撤去。それでもですね、譲り合って往来できている。250から300ドルの宿泊代プラスガイド代を払わないと入国できない。ビザが下りない。旅行者には必ずガイドがつく。雇用のためもあるが、異文化や異教を持ち込ませないため有効であると。これスパイ活動もしにくくなりますよね。こうしたところが幸福度世界一の秘密かもしれない。この方おっしゃっておりますけれども、山岳地帯で栽培している漢方を国境を越えて中国人が盗んでいく。まったく世界中でやること変わんねえのな。日本においては今やベトナム人にその主役を奪われてしまいましたけれども、なるほどな。宿泊費先払い、全員にガイドつけるは
真似するべきかもしんないな、日本もな。旅行者を監視下に置けて、スパイ活動しにくくなる。スパイ目的で来るやつ、減るっしょ。これなら。4000万人、年間来てるみたいなんですよ。観光客が。その中の人がですね、まあ、平均して1週間滞在して、観光していくとするとですね、延べ2億8000万人ってことになるじゃないですか。ガイドさんが年間200日、働くとしてですね、2億8000万人延べの観光客につけるガイド、どんぐらい必要なのかっていうと、約140万人の雇用発生と。まあね、カップルで来る2人一遍にガイド1人とか、4人家族にガイド1人とか、あるでしょうけれども、まあまあ、100万人からの雇用発生しますよ。ガイド代はもちろん、旅行者持ちと、嫌なら来んな、で、いいですよね。ガイド代ケチるようなケチは、観光しても金落としていかねえし、これいいアイデアだと思いますね。幸福度世界一のブータンを見習えと、このお手紙で私は思いました。異論は認めます。というわけで、メール党員さん大募集であります。3月はですね、ちょっと選挙の準備で忙しくて、例えばみんなの分の候補を作ったり、みんなの分のアナウンス作ったり、みんなの分の、まあ、車使う人だけですけれども、マグネットシートを作ったり、ちょっと忙しくてあれですけれども、4月になったらメール党員さん限定の懇親会また行いますので、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。